はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ご紹介するのは、IKEA で買いましたこのフィクサーシリーズの電動ドライバーでございます。このフィクサーのドライバーですけども、まあ、IKEA ということで、北欧系ですね、スウェーデンの、まあ、ものでございます。私が買ったのは 3.6V 仕様の電動ドリルの、まあ、ドリルピットが付いてないパターンのやつですね。プラスマイナスドライバーの、まあ、ミニマムセットのやつを買いました。お値段は1299円ということで、まあ、およそ1300円のものになります。これより一つ上のサイズで 7.2V というね、この電動ドリルのピットが付いてるやつがあるんですけども、それはですね、およそ2500円ぐらいになります。さらにその上に 14.4V のセット、これはもう少しね、このツールが多くなるんですけども、それがおよそまあ5000円ぐらいのタイプと、それ以外にもですね、7000円ぐらいの非常にね、大きなセットのものとか、あと電動ジグソーなんかのね、セットもあります。まあ私は他にですね、あの大きなですね、電動ツール持ってますんでね、この一番ちっちゃいやつを買ってみました。大きいやつね、いいんですけども、すごくね、充電機器も重いし、使ってて疲れるんで、ちょっとね、こう閉めたり外したりだけするのに、こういったね、ちっちゃいサイズのものはちょうどね、欲しいと思ってましたんで、この 3.6V の一番ちっちゃいやつを買ってみました。まあ、後で開封しますけども、ここにね、一応まあ電源コードなんかもありますんで、これでね、これ、まあ、この分が非常に、まあ、持った感じ、今重いんですけど、まあ、これ自体はね、軽いと思いますんで、まあ、使いやすいんじゃないかなと思います。それじゃあ、これをね、開封していきましょう。はい、箱を開けますとね、一応こういうね、説明書があります。各国語で書かれております。日本語のね、ページもありますんで、使用前にね、よく読んでください。はい、ついてるビットですけども、こんな感じで2、4、ロー、ハート、10種類のね、ビットがついております。ちょっとこれアップでね、見てみたいと思います。はい、ビットですけども、マイナスがこう2種類、プラスが結構多いですね。それから、2種類ですけどもね、この六角のね、頭がついております。まあ、それぞれのネジとかね、ビスに合ったものをね、つけて使ってください。はい、それとね、AC 電源コードがついております。これでね、本体の充電をします。はい、これがね、本体になりますけども、まあ、こんな感じでね、ね、こう、回りますね。これ逆転、晴天逆転両方します。ね、ハンドストラップもあるんでね、ハンドストラップをね、押しておくとね、こうね、落下防止になりますね。こんな感じで、なんかね、すごい、宇宙ガンみたいな感じ、かっこいいですね。ピシーね、こんな感じでね、すごいね、ね、お、こんな感じで、ここにね、ビットをつけて、まあ、使うということです。中にはね、ここ、充電池が入ってますけども、何回かね、やってるともう低下しちゃうんで、その時はね、もうこれ、まあ、使い捨てみたいなもんですね、このね、電動ドリル。中の電池、まあ、一応ね、なんか、交換できるようには、こう、ビスついてるんですけども、説明してみると、もう配線を切ってなんか捨てるみたいなことになってます。電池はリサイクルという形、まあ、北欧なんでね、まあ、エコ、環境に優しい、まあ、使い方ができるという仕様になっております。はい、ということでね、今日は、IKEA で買いましたこのフィクサーシリーズ 3.6V 用の電動ドライバーですかね、ツールを紹介してみました。まあ、IKEA ね、お近くにある方、まあ、行ってみてね、発見した方、興味ある方ね、ちょっとこういうのね、見てみるのも楽しいと思います。それじゃあ。